エウセビオスとヒエロニムスを描いたと信じられている、最も早期のペンで描かれた絵、715AD にセフレデガリウス年代記は7世紀のフランク人の年代記に伝統的に付けられてきた題名で、おそらくブルグントで書かれた。著者は知られていないが、16世紀以来はフレデガリウスとされている。年代記は天地創造から開始し、642年で終わっている。一部658年までの事件もあり、いくつかの写本は642年に遡る年代記の要約版を含んでいるが、カロリング朝で追加された節を含んでおり、それは768年小ピピンの死で終わっている。偽フレデガリウス年代記とその続編は、トゥールのグレゴリウスが歴史住所でDecem Libri Historiarumで筆を置いた591年以降の期間に関するメロヴィング朝情報を提供する数少ない資料の一つである。現存している写本はいずれも著者名が欠けている。フレデガリウスという名前は最初1579年に歴史家のクロード・フォーシェの著作であるラクイ・デ・アンティキトス、ゴロワーズ・イ・フラワスで使われた。この著作を誰が書いたかは論争及び歴史家ウォレス・ハドリルはフレデガールが正しく、それは珍しい名前であるとすればフランク人のだからだとしている。この著作で使われている俗ラテン語は年代記がガリアで書かれたことを示しており、これ以外はこの著作の起源についてはほとんど確かなことはわからない。結論としては著作者について諸説が提示されている。フレデガリウスはアバンシュ地方出身であったことから通常ブルグント人だったと考えられている。なぜならば彼はこの地域の地方的な名称であるウィフリスブルクを知っているためである。この推定は彼が多くのブルグント人の教会の年代記を見ることができたという事実によっても支持されている。彼は王宮文書も見ることができ、実際にランゴバルド人や西ゴート人、スラブ人の使節と会話することができた。彼のビザンツ帝国に関する知見も、通常、ビザンツ支配下のイタリアに近接するブルグントの位置によっても説明づけられる。年代記は30以上の写本が存在する。クルシュとコリンズは5つのグループに分類している。オリジナル本は失われたが、715年に転写されたアンシャル体の写本が現存している。これは、レケリウスという名のブルグント人の僧侶によって転写されたもので、この写本は単独で第一群に分類されている。この写本は現在フランス国立図書館にある。この写本はしばしばコーデックス・クラロ・モンタヌスと呼ばれる。理由はパリのルイ・ルグラン学院に所有されており、同学院は1563年の創設当時、クレルモン大学と呼ばれていたためである。1885年に校訂本がガブリエル・マノによって出版された。コーデックス・クラロ・モンタヌスは1885年にクルシュにより出版された校訂版の訂本ともなり、ウォレス・ハドリルによって1960年に省略が出ている。その他の多くも写本はアウストラシアで9世紀20かそれ以降に筆写された。最初に印刷された版本、いわゆる第一版は、バーゼルで1568年に、マティアス・フラキウス・イリリクスによって出版され、彼は、テキストとして、MS ハイデルベルグ・ユニバーシティ・パラット、ラット、864を使用した。次の出版は、テオドリック・カニシウスにより、インゴルシュタットで1602年に出版された、アンティキ・レキションスである。クルシュによる校訂本において、年代記は4巻に分けられている。第3巻まではそれ以前の著作を元にしており、天地創造から584年までを扱っている。第4巻は642年までと655年から660年の間に発生する事件の暗示となっている序章において、著者は書いている。私は非常に注意深く聖ヒエロニムスやヒダティコス、ある賢者、イシドールス、トゥールのグレゴリウスの年代記を読んだ。それは、天地創造からグントラムの支配の傾く年までを扱っており、私はこの小著で適した言葉で省略なしに続きを書き、前述の5人の年代記を学んだ本書において、これら5人の年代記を短くをまとめることに成功した。実際には、フレデガリウスは彼が存在を知らなかった諸資料から引用し、彼が知っている資料の幾ばくかは大幅に圧縮した。彼は5人の主要資料に由来していないテキストを追加している。これら追加された不死は挿入として扱われている。これら資料の多くは知られていない。いくつかの挿入部は年代記を通してフランク人のトロや起源の伝説を織り込むことに利用された。一群の写本のテキストにこれらを付け加えて同じ写本からの2つに分かれた原本であるという誤ったイメージを作った。第4群の写本は3巻に分けられる。最初の巻は4世紀頃のラテン人著述家、クイントゥスによる著作ディッカーステンプオラムに基づく不死と共に開始し、フレデガリウス年代記の第2巻のフランク人のトロや起源の拡張された記述に続くようになっている。第2巻はトゥールのグレゴリウスの歴史の要約で、フレデガリウスの年代記の第3巻に対応している。第3巻と最後の巻は、フレデガリウスの第4巻の90章分の内容を含み、それに続編が続く構成となっている。続編は3つの部分に分けられる。最初の10章は、フランク司書と721年頃で終わっている、匿名のネウストリア人年代記に基づいている。第2の部分は751年までを扱っている。カール・マルテルの弟のチルデブランド伯が年代記の筆者に指示したことを表すコロフォンがテキストに挿入されている。ウォレス・ハドリルのコロフォンの翻訳、この時点までピピン王の叔父である後期あるチルデブランド伯はフランク人が残した業績と歴史を残すために大変な苦労を味わった。続きの部分は後期あるニーベルングの伯であるチルデブランドの子息の権威によるものである。年代記はその他の20章が768年までのフランキアにおける諸事件を扱っている。中世研究家ロジャー・コリンズは第4群のテキストはコーデックス・クラロモンタヌスのフレデガリウス年代記とは非常に異なっていて、もはや別の著作であると考えるべきだと論じている。彼は新しい題名として、イストリア・ベルヘスタ・フランクオラムを提案している。それは上述のコロフォンが示す通りである。彼は、一人の著者が751年までの記述の責任を負っていて、おそらく別の著述家が追加の章を書いたのだ、との考えを提出している。ありがとうございます。